願いします。お願いします。 So thank you very much for meeting us here at the Tokusatsu Network. My question for everyone at first, we can go down the line, is what was your auditions like for Zuri? 僕は特撮に、関わるお仕事をその前に 何度かしたことがあって、そのおかげで、今回このジュレンジャーをやるチャンスをいただいたので、その時に、まあ、オーディションをして、決まったと、はい、It's always something that you wanted to do? 小さい頃、僕が小さい頃に、スーパーヒーローのサンバルカンというやつの黄色のバルパンサーというのがいるんですけど、そのバルパンサーに憧れて、この業界に入って、入ってからちょうど10年目がちょうどジュレンジャーになります。その前にジュレンジャーの前の1年前の作品のジェットマンってやつに呼ばれていて、それがまあなんか仮オーディションみたいな感じだったみたいなこと後から聞いたんですけども、それで2話ぐらいやったんですよ。その時もジェットマンの、まあ、違う戦隊みたいなネオジェットマンというやつのリーダーだったんで、多分それで見られたのかなと。で、ジュエレンジャーの時にオーディション受けてるって言われたんで行って、それまではあんまりそういう特撮番組出たことなかったんで、あんまりうーんって感じだったんだけど、5回ぐらいオーディションがあったんで1、2回受かってね、来たらこれで落ちてもちょっとね、やだなと思いながら最後行って、最後のね、彼とゴーシと5回目ぐらいの時にあったんだよね。で、あ、前からちょっと知り合いだったんで、いたんだみたいな。で、受かったら2人で受かったら笑っちゃうねって言ったんだけど、2人で受かっちゃったんで笑いました私はグラビアアイドルだったので、はい、なので、オーディションの話が来た時に、まず小さい頃から女の子で戦隊ものも仮面ライダーとかも何にも知らないし、見たことも興味もなかったから、でそれでオーディションの会場に行ったら戦隊って書いてあるんで、まあ、戦うような番組なのかなってぐらいは分かったんだけど、全然分からずに、ただオーディションを繰り返していく中でアクションとかを要求されるので、なんだこれはと思っていたんですが、受かっちゃった心配でしたね。もう心配というか怖かった。俺も心配でした。I'm scared. She's crying. Every day. Every day. When I was young, my idol, Hollywood star, 1991, I 23 years old, I went to New York City to study English. Oh, great. And studied acting. But can't work. Oh, that's right. Oh, I see. No money. I get back to Japan. I got home back to Japan. Oh, my poor. Nothing money. Please give me job. So, toy the producer told me, you want to Sentai action movie? Yes, I am. Then I can catch an audition. He told same story. How now that Zuranger is on DVD for American fans with English subtitles, how have you felt going to these conventions and meeting fans? How is the fan response? やっぱり日本で、やってからもう23年4年経つんですけど、その番組が今こちらで放送されることをまず放送というか売り出すこともまずすごく嬉しくて、でそれがどのぐらいこのアメリカの人に、受け入れていただくもらえるのかっていうのはすごく心配だったんですけど、来てファンの人たちに会ってすごく安心ほっとして嬉しいとともに安心して、とても、まるで最近撮影したものを自分で
そのために集まってくれたイベントのかのようなあの気持ちになってとても嬉しいと思ってます。One of the goals for our website, Tokusatsu Network, is to share the original footage, and it's very much an honor for you guys to be here and share your time with us. So, especially now and with the new DVDs, to show them that this is where it came from. Do you all have a favorite fan moment? まあいつも面白いんですけどね。まあ基本的に多分みんな彼のね意見と同じだと思うけど。僕は2年前来たんで、はい、その時は DVD 出てなかったんですよ。あその時来て来るはいいけど知ってんのかなと自分のことをね、はい、それがやっぱりねどうなんだろうっていうのをね見ながらでパネルで行った時にオースティンと一緒に出てでユータユータユータってコールしてくれて Do you know me? って毎回イベントのたんびに聞くお約束みたいな言葉で Do you know me? って Yeah! って来る時に本当に嬉しいの前にはびっくりしましたよね知ってんだってうん、そこが一番びっくりして、うん、そこからやっぱりオリジナル自分で字幕作ってやってる売ってる子もいたりとか、ね、本当マニアの方は本当にすごいなと思いますけど、うん、僕らより知ってるんだよねやってる人たちよりも知ってることが多かったりとか、うん、そこにやっぱ驚くしやっぱり嬉しいですね二十数年前なんでね、うん、リアルタイムだったらあれだけど本当に二十数年前にこうやってやったものをいまだにというかね、まあ、こちらの方はあれなのかもしれませんけどタイムスリップしてきたみたいな気持ちですよね、うん、今のあと昨日ファンの方で、はい、あのものすごい喜んでサインを、はいはい、でもうあの日本の人ってあんまりサインもらって嬉しくてもあのどちらかというとこうああ嬉しいっていう人が多いんですけどあのアメリカの方でやっぱりもうエキサイティングファンって喜んで飛び上がっちゃうようなのを見るとやっぱり日本とアメリカとその表現力が違うのでフレッシュにすごく喜んでくれてるのがすごくよくわかるので彼は特別なんで、はい、でも僕らの中でも彼の顔もものすごくよく印象に残るよね Do you remember the first scene you ever filmed for Zoo Ranger? Yeah, I mount a キャタツ? 最初と浜松ってなった時はしご Oh, はしご Oh, okay The ladder The ladder Ladder so,I mount rudder and whoa. After that, I saw movie ride mammoths. That's the first thing. 覚えてない、ね。浜松が多分最初なんだっけ。浜松のラストスタンス、先言ったような砂浜みたいなところでさ、ラストシーンのまだ高校生だったからね。これはね、それがそうだと思ってるんだよね。Do you have a favorite moment while filming? 好きなのは、そうですね。変身する話があるのね。メイヒメ七変化って言って、自分の話はやっぱり好きですよね。誰もが、うん、思い出深いし、でそれでもう何回も衣装を、はい、交換して、いろんなコスプレをして、はい、戦う。ストーリーです。セブンチェンジ。That would be fun for me. Wow. Yeah. So that one I love. 俺はあれかな。最初登場シーンがね、最後一番最後まで出れなかったんですよ。みんなが蘇って、僕の部屋だけ鍵が開かなくて、復活が遅かった。うん、ああ、そうだ、ね。で、みんなを助けに行かなきゃいけないって感じで、台本読んだ時に、ガシャーンってガラスの割れる音がして、男の影が立ったみたいな。これどうやってやるんだろうと思って。でも割とね、夏にドーンドーン開けてジャンプして俺みんな檻に入ってるんだけどそこに乗っかって、まあ、みんなを助けるみたいなところあそこが最初のシーンだった名乗りを最初にヤマト族プリンス劇ってやるんだけどすごく印象的で、うん、1億7千万年か、ね、寝てたから僕たち一番先に目覚めたのは彼次です、タコンボーイで、ブルブルンダンで、メイ、ゲーキの扉だけ開かなく鍵がブローカンキーずっと寝てたスリーピングロングロングスリーピングスリーピング僕もまあみんなと同じように自分の話が一番好きなんで、まあ、忍者であったりくしゃみの話であったりなんですけど自分の中ですごく印象に思い入れ深い撮影っていうのがやっぱり最後の一番最後の日の撮影なんですけど雲の上で撮影したのが多分一番最後の日に
最後の撮影だったんですけど、その日にみんなで雲の上に乗っかってはしゃぎながら最後の日だねって言いながら、本当に最後のラストシーン、物語でもラストシーンなので、そのシーンを撮影して、じゃあ今日でおしまいだねっていう時の気持ちっていうのはものすごく今も印象深く覚えてます。今考えるとスタッフの方の気遣いだったのかもしれないですね。最後のシーンを最後の日にする。でも一番最後はラストカットはバンドラの壺が飛んでいくやつのシーンなんで、で、あの時はもう基地も全部もうバラしてあったんで、もう全部なくなっていくのね、見せたんだよな、あの時な。で、うちがね、ジュレンジャーで他の戦隊で違うのは、敵が死んでないの。敵を倒して終わるんじゃなくて、敵が生きて楽しく壺の中に封印するんだけど、楽しく封印されてる。で、壺の中で歌ったり踊ったり、あれで赤ちゃんが生まれてるんだから、だ珍しいんですよ、敵を倒して殺して終わってないっていうのが、まあ、ファンタジーのね、戦隊だからなのかもしれない。僕は好きですね、そういう終わりもね、よかったよね、ジュレンジャーらしくて。 All last book Yes, the end It's the Zoo Ranger for most fans is very different because of that, and that's what we really love about it as fans, because it's very much like a fairy tale.No. Ah, yes, thank you so much. Yes, I think so too. Yes. This is specifically for Mochizuki-san, because you are also Kamen Rider J. How did you start working? How did you come to that part? And what is it like being both the very few who has been in both Sentai and Kamen Rider?基本的にあの時期って、僕らがジュレンジャーやってる時って仮面ライダーがなかった時期なんですよ。唯一ポコンと抜けた唯一の時期だったんだから、変身もベルトって僕たちだけなんですよ。今だともう仮面ライダーがベルトなんで、戦隊と被っちゃうから絶対ないんですよね。だからこれもエポックなことなんですよ。だ、どう、多分その時に仮面ライダーやってれば僕らは変身、きっとこれではなかった、被っちゃう、唯一のベルトなんで、だからこれがないと変身できないんですけど、まあ、あの時は本当にライダーがなかったん でビデオで、オリジナルビデオで1本で、ムービーで1本で、僕はその2本目の映画だったんだけど、石森章太郎先生のラストなんですよ、これ、うん、ラストの作品、最後の作品、亡くなる最後のだったんで、それが一番、まあ、今になってはですけどね、貴重だったのかなと思うし、監督も天宮監督だったんで、あの頃も日本のジェームス・キャメロンって言われて本当に新進気鋭の特撮の監督だったんででもね、やった次の年に撮影があったん で、まあ、放映は次の年だったから1年半ぐらいは空いているんですけども、ジュレンジャーやってた人間がやってると、あ、劇だって多分言われるんだろうなというのが分かったんで、なるべく一般人だったんで、あのカメラの役、カメラマンとかだったんで、だからなるべく最初に殺されちゃって改造されるんだけど、改造されるのも最後だったんだけど、そこからすぐパンツもヒーローじゃないから3回戦うんですけど、だんだん一般人からそうじゃなくて自分の意思で戦うって形に持っていくのは、すごい尺が60分ぐらいないんで、その中でお客さんに分かるかなっていう感じのやつは意識しましたけど、普通の人間なんでね、戦士でも何でもない人間が地球を守ることになっちゃったんで、あれも地球を守ってる意識なかったんでね、ただ一人の女の子を助けに行くっていうだけの、本当にそれしかなかったんで、まあ、でかくなる仮面ライダーだったらね、ちょっとファンの人から、まあ、多分クレーム来るんだろうなっていうのは邪道だろうって絶対言われるんで、いまだにね、映画とか出てると怪獣扱いされちゃったりするんで、ね、かわいそうでもあると思う。 OK. There are other Sentai that has done 10 years after movie. Hurricane Ranger has done that, Deca Ranger has done that. What would you all think of reuniting for a 10 years after movie for Zoo Ranger? いや、一人ずつ、一人ずつ。良いなぁ。ですね、やっぱり、もうあれから20年以上経つので、今だったらこうやりたいっていう欲はたくさんあるので、まあ、立ち回りしかり芝居もなんですけど、もっと、個性的な、誰もできないようなヒーローっていうものを演じてみたいな、見たことのないヒーローを演じてみたいなと思います。衣装はそのままでな、衣装はそのまま誰も見たことがないよ、40代であの格好してるやつはな違ってみたい He likes his costume Short pants 俺は2、3年前に
あの映画の恐竜ジャーとゴーバスターズでやったん であの時も監督に俺はこの20年間何を過ごしてきた感じでやればいいのかって聞いたんですよ。分かんなかったんで諸国を漫遊してたみたいに言われたんで水戸黄門さんみたいなねまあ戦って、まあ、それなりに年取ったって感じで やったんで46歳の劇をやったんで本当にもうやった時はあんまり深い設定まで考えずにちゃんと今のままのやつで他のメンバーもいたんで、うん、じゃあ劇でそのままやればいいんだなっていう形でやれたんで、うん、ナチュラルにまたもしやれるとしたらまんまそのままやれば、うん、俺ららしいんじゃないかなと思うんで、うん、結婚してなかったよでも46歳でも劇は